はい、お待たせいたしました。はい、帰宅ライブを始めたいと思います。よろしくお願いします。俺の世界観じゃないですよ。どうですか？あ、どうですか？声をちょっと出てくる。はい、今出て出てって。何何？いやいや、もう出てる。あ、ちょっと待ってください。いっぱい言い出してもらいます。お疲れ様です。お疲れ様です。柏木陽介にいただきました。今始まったんだよ。はい、あ、今始まった。はい、歩きタバコはしない方がいい。はい、有名人だから。柏木さん、いただきました。だいたいね、こう今日本田さんいるのね。本田さん見て、この、はい、レジェンド、この、これ着てないから普通。これね、これね。普通着てないから。まずそれで、俺今に分かんのって思う。あ、ほんですか。え、あれそんなと言うんじゃなくて、誰これ、こんなの着てる人いるんだって。でも全然納得。今日ね、クラシックで20年前に戻って、22年ぶりに俺と本田さんが一緒にサッカー見ました。だから某社長がなんか、初年度の頃のサポーターがいないとか言ってたんですけど、いや、来てんだけどな、とか思います。ああ、ね、はい、でも、いいんじゃないですか。ああいうことを言える人いないんで。あ、そうですね。はい。はい。ああいう人言える人いないんで。そのスパイクは力に語りますね、皆さん。ああ、そう。龍介がもらってきたぜ。あ、ほら。ちゃんとあれだよ。あ、お母さん。今、言うてよ。森岡先輩、森岡先輩。でも最近は、映ってもみんなビビらないんでね、マスクしてるから。はい、いや、お疲れ様です。あ、よかったです。あえてよかったです、はい。ありがとうございます。じゃあ、俺歩いて帰りますんで。いや、お疲れ様です。いや、あ、なんかかっこいいのしてますね。じゃあ、今井さん、はい、飲みすぎないようにね、はい。はい。はい。今井店長、お帰りです。ということで、いいですね。今井店長と会いました。皆さん、こんばんは。お疲れ様です。よし。プレンダリウム。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい。間に合いませんでしたね。代表の試合は間に合いませんでした。はい、歩いて帰れるので歩いて帰ります。席のある。ああ、怒られてる、もしかして。これね、あ、ダメだ。バンが取りすぎない。あ、お疲れ様です。ライオンズファンさん。前が少し開けたので、このままちょっと早足でいきたいと思います。声の方は大丈夫でしょうか？届いておりますか？はい。昼間はですね、スマホの端末が熱くなってしまい、このジンバルに入っている方が使えなかったんですけど、復活しました。今日も帰宅ライブやっていきたいと思います。今日はですね、平川選手の、平川忠明さんの引退試合ということですね。はい、いろんな、ことがございましたが、
ちょっと胸が熱くなる。胸が熱くなる、あれだったですね。ね。あ、量ですね。3つの野球部の量ですね。はい。すみません。映らないようにしますかね。なんか、懐かしいの来てます。あ、そうなんです。これ来たくて、今日。なるほど。はい。はい、僕も古い人だから分かる。ね、そうですよね。人はね。はい。夢と希望があるユニフォームですね。はい、懐かしいですね。95年、96年型のユニフォームを着ている方がいらっしゃいまして、はい、つい声をかけてしまいました。はい、おじさんが、ね、声をかけて、ちょっと申し訳ないんですけれど。はい、今、こんばんはさんちの近くを通っております。お疲れ様です。ライオンズファンさんはどの辺なんですか？はい。今日ね、やっぱり何が良かったかなって、プレーがどうこうっていうよりも、僕はやっぱアカデミーの選手を試合に誘って出してくれたっていうのいいですね。なかなかそういう機会を、でないと思うんですね。まあこれは改めて話したいなと思うんですけど、いや、やっぱりね、まあ平野の試合なんですけど、小野伸二がやばいです。友情もそうですし、意味を分かってる。小野伸二が、わざわざスライディングして、までプレーするわけですよ。すごいですよ。そうやってですね、少年たちに、浦和のやるプロサッカー選手ってどういうものなのかっていうのを伝承してると思うんですね。素晴らしい。OGM さん、夢のようなメンバーで楽しかったです。素晴らしいメンバーだったですね。試合いいんじゃないですかね。こういう懐かしいメンバーを見て、やっぱりそれぞれの選手は、それぞれの選手なわけです。ね、誰が、誰が脇なのかみたいなのがはっきり分かるのもこういう試合だと思うんですね。脇だからダメじゃないんですよね。平自体がまさにそういう意味で言えばプロサッカー選手として長くプレーをしてますけれど主役ではなかったと思います。まさに脇、名脇役だったと思います。ポジションもね、サイズでしたし。でも、彼が輝かせた選手は何人いるでしょうか。たくさんいたと思います。ね。いや、分かってますよ、まさきさん。まあ、それでも、順番は、平野引退試合ですか。それが終わって、歩いて帰る。これも、私の駒場ルーティンなんで、ね。そう思ってもおります。いろんな声が、スタジアムからも聞こえてきて、よかったですね。はい。主審ね。福岡くんかな？多分やってたのは、浦和レッズのスタッフの人だと思うんですけど。ね。そういうところではね。重要なんですよ。例えば試合におけるレフリーね、レセプションなんかがあったときは、例えば外国人選手であると通訳なんてすごい重要なんですよ。仲いいですけど、コジェクこと山内さんですけど、
素直さん。彼はね、そういったレセプションパーティーの場で、たくさんの笑いをね、取るようなね、名通訳ってどういうことかっていうと、通訳という役割で、であるわけじゃないですか。だからどんな通訳をするのかって大事なんですけど、以前、他の選手かな、適当なことを言って、適当なことをしっかりと訳すみたいなね、うん、偽中国語みたいなのを喋って、それを山ちゃんが、オジェックが、そうやって、訳して、場内が大爆笑、そんな時もございましたね。はい。どうですか？オンラインの配信はどんな感じだったんでしょうか？ね、なかなか、慣れないこと、ちょっと話してみようかな。話してみよう。これくらいいいかもしれない。ちょっとあんま離れちゃうと、あれなんだね、やっぱり。目が見えた方がいいでしょう。オンラインではどんなあれかなと。いや、福田正博さんですか、出てましたよね、多分今日。解説でって。彼の声めちゃくちゃ大きいので、で、放送席オープンにしてるじゃないですか。それで、下で選手と、やりとりをしてるのなんですけど、福田氏だと思います。福田氏ですよね。声がでけんで、なんなく内容はわかるんですよね。ね、小泉と秋元とかちょっともうタジタジになってましたよね。捕まっちゃった感じですかね。はい。でもね、帰りに誰と会うことはなかったんですけど、最後に会ったのは、今日の監督、堀高文さんですね。堀さんとはちょっと、二言三言と話をしまして、はい。本来だったら写真でも撮りたいなと思ったんですけど。はい。まあ、高いっていうかね、賑やかなんですよ。福田氏は。よかったんじゃないですか、久々にこの、なんか、やっぱり、ね、基本、岡がいると、生きるんですよ、福田正博さんは。岡野正幸っていう人間は、まさに名脇ですからね。主を引き立てる術をよく知っているっていうかな。ああ、言ってましたか。柏木も下まで聞こえてますよって言ってましたよってね、あれ。で、前半は電波状態が悪く、得点シーンがほとんど見れませんでしたと。解説は福田さんと水内さんでした。なるほどね。まあ、そうだろうなと思いました。はい。大変なんですよ、みんな。でも、平らしくて、失礼がない。そういうところですよね。ね。僕は今日久々に大先輩で尊敬してる、浦和出身のカメラマン、清水和義さんとお会いしたんですけど、まあ、また改めて清水さんとはインタビューしに行かせてもらうことを約束したんですけど、いや、びっくりしたなって。急にお痩せになったから、どうしたのかなと思って。そういうことなんだっていうことだったんですけど。いや、本当に皆さん気をつけてくださいね。うん。改めて、そういうものを感じている次第でございます。はい。今、半分くらいですかね。ちなみに、オリンピック代表は今スコアどうなんでしょうか。まあ、止まって、もう一台違うスマホを見ればいいんですけれど。交差点に差し掛かりますので、もしよろしかったら教えていただければなと思います。嬉しいですね、今日。
今井店長もやっぱ来たんだ。タイヤ落ちちゃったら面白いです。0対0ですか。今時間はにしてどれくらいなんでしょう。まあ試合が終わるまでには着きますので、どちらが優勢ですか。どちらが優勢か、平野息子さんも足が速くてよかったですね。これまでお子さんで引退試合に出た中で一番活躍したっていう感じですかね。得点チャンスありましたからね。アカデミーの吉澤翔真君、僕と同じ吉澤生なんですけれど、幼稚園の頃から知っておりまして、マネージャーと売られてたハートフルスクールで、一緒にプレーしておりました。はい。武藤、もうこれで本当に裏終わりましたね。そうですね、お別れです。15分15分日本郵政です。どういうこと。月が綺麗です。月綺麗なんですよ。今日月の写真いっぱい撮りました。意外と印象的な試合で月が出てることって結構あるんですね。僕ら、スタンド、メインスタンドにいて、いると、そうなんですよ。印象的なシーンで月がよく出てるんですよね。はい。あ、優勢ね。15分で日本郵政ですね。ありがとうございます。はい、ライブの時じゃないんですけど、カトテルさんっていう方が、新しいメンバーシップに入っていただいたので、ぜひいらっしゃって、今度ね、ニューメンバーって出ないんで、ライブ中じゃないと。なんで、皆さんももしよかったらね、その時、カトテルさんによろしくと言ってあげてください。まあ、そうでしょう、日本郵政って。ろくに練習してないんでしょ、南アフリカ。まあ、だから勝てるとかっていうんじゃなくて、ね、むしろ、そういう状況の中で、いや、わかんなかったですね。キャスパー、映りました？映んなかったでしょ？キャスパーとか、いましたけど、吉尾もいましたけど、うん。みんなね。まあでもなんか今日最後犬飼さんがの話が印象的だったなと思いますね。まあ簡単に言うとサポーターが甘いって話だったですよね。だから、あ、杉本選手ですか？杉本選手も移籍ですよ。もうあれだけ新聞に堂々と出たらもう遺跡ですよ。はい。今回これ連休もあったりしてどういう風になるか分からないですけど。でも、セニュールがいつも言ってるじゃないですか。つか、よそに行く選手は使わないっていう。そういうことですね。おじえむさん、押し気味ゆえに、早めに点を取れないとって。サポーターにもチームにも叱咤激励されてましたね。そうですね。ママさん、どうも、こんばんは。お疲れ様です。一緒に帰りたかったんですけど、なかなか、やっぱりいる場所が同じじゃないと、難しいですね。まあ僕ももうそろそろ大東小学校の近くなんで、家に着くと思います。
はい、足取りはそうですね、重くはないです、重くはないんですけど、いやいや、まあ、あの腕の方もコロツケの注射のなんですけど、腕の方ももう随分と上がるようになりました。はい。打ったとこ、注射を打ったとこだけが、なんか、ちょっと痛いなっていう。まあ実際、今日、興梠心臓師の代理の方に、あ、久しぶりって言って、ちょんと叩かれたんですよ。ドンピシャで左の肩だったんで、めちゃくちゃ痛かったですね。かといってね、もう攻められないですね。普通にスキンシップでしたかね。あ、そうだったんですね。今日打ちました。大丈夫ですか？ファイザーですか？ファイザーですか？僕は次8月16日になっております。今回の様子も動画で収めてますので、16日の、あ、ファイザーですか。はい、3週間後ですね、じゃあ。3週間後に打って、2回目を打った後、7日間って書いてありましたかね。有効性が非常に高くなるらしいですね。はい。通常の、まだお年寄りのデータだと思うんですけど、今の感染率が100としたら 15% ぐらいになるって書いてありましたよ。はい。もうすぐですね、もう。家まで着きます。今日は家に帰ったら、興梠心臓さんのお兄さんのショップで買った。あ、小手川さん、ありがとうございます。お疲れ様でした。先ほどはご挨拶だけです。いやいや、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。今日も FUG ファミリーの人と会いました。小手川さんとお会いすることができて、もう嬉しいですよ。ね、ユニフォームの平川選手、目立ちますよね。分かってますね。あ、黄色のビジターユニフォーム着てたんですよ。小手川さん。そして、あ、小手川さんは、そういえばメンバーシップでアップグレードできるの、ご存知ですか？小手川さんはこの前ね、初めてじゃなかったです。もう失礼です。アップグレードしていただいたんですね。大変申し訳ございません。そして、下に、今日来て、この T シャツの赤、黒だったっけな。はい。来ていただいてて、めちゃくちゃ嬉しいです。はい。そうか、こんな着方もあるんだっていうふうに学ばせていただきました。OGMS さん。次は8月13日なんですね。あ、そうなんですか。柏木はどんな話されてたんですか。話しすぎた。なんで、ヒヤヒヤだったんですね。僕はね、8月の11日に本来打てるんですけれど、病院がお盆っていうことで8月16日の月曜日になったんですね。はい。はい。あと、100メートルくらいのところまで、我が家まで到着しました。はい。歩いて行ける、歩いて帰ってこれるスタジアムって、最高ですね。浦和駒場、まあ、よく浦和駒場はFUG のライブ動画の中でも出てきますけれど、今日はまた印象的な平野、本当に最後会見での話は、会見じゃないの、最後セレモニーでの話は本当に素敵だったです。ちょっとおじさんなんですぐ目頭熱くなってしまいました。
でも、良かったなと思うのは、ああいう選手が浦和レッズにいたということと、そして今も彼がベンチにあって、彼がコーチングスタッフにいるということ、たくさんの人に愛されているということ、ね、そして彼が将来の浦和レッズを間違いなく背負っていく人材の一人だということは確認できてよかったなと思います。ということで、私、家に着きました。この辺で皆さんとお別れしなければなりません。家に帰ってきたのが分かって電気の方もつけてくれました。それでは皆さんありがとうございます。お疲れ様です。チャオ。